突然話せばいいんだろう。突撃。はい、皆さんおはようございます、プロニュース、3日目、インタビューということで始まりました。まず今日の第1番目は、はい、隣に、キヤノンマーケティングジャパン田中さんです。田中です、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。というわけで、キヤノンブースからお届けしたいと思いますけれども、はい、なんと今回、過去最大の出展面積、ね、気づいたら最大になってました。ありがとうございます。ということでキヤノンブースなんですけども、まあ、当然あの注目は、4K カメラ、C500 そして、まあ、EOS 1DC と、ね、2機種新しいの出てますけれども、はい、あと100がありますね。100、はい、展示しております、はい、ちょっとあのじゃあここに C500 がありますので、はい、早速ちょっと簡単に説明をしていただければと。はい、こちらに今回今ご用意しているのが EOS の C500 に、こちらも小型軽量ズームも10月に発売させていただいた、モデルのものを、装着しております。で、こちらはコーデックスさんのですね、外部レコーダーを設置してですね、今、まあ、こういうふうに撮れますよという、展示をさせていただいております。これレコーダーがいろいろ選べるというところも一つの特徴ですね。で、 4Kと 2K で合わせて、まあ、8種類ぐらいのコーデックが、はい、多分石川さんの方が詳しいかもしれないですけど、そう言わなくていいそうですね、今回ですね、あの各社メーカーさんの、レコーダーもですね、ブースの方で、展示させていただいておりますので、いろいろ本当お客様の 4K の撮り方に合わせてですね、レコーダーを選んでいただけるようになっているかと思います。わかりました。この、まあ、今回コーデックスなんですけども、このか、レコーダーとこの組み合わせで撮ったあのコンテンツが今回あのキヤノンさんのブースの中で見れると。そうですね、はい、4K シアターの方でですね、あの松永さんが監督していただいた、ミュージックビデオと、あとセミナーも、ご覧いただけますし、あとは This is C500 という石川さんが記録いただきましたカタログもですねご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。ですね、あとメインブースの向こうの方で、いろんなセミナーも毎日行ってるんですよね。はい、セミナーもですね、いろいろ充実させていただいておりまして、まあ、相田さんですとか C300 実際に検証いただいた方ですとか、あとは C300 を多くの映画で使われているところ、ドラマだったりというののセミナーもございますので、ぜひそちらもお立ち寄りいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。あと隣に 1DC が ね、ちょっとあるんですけど、後ろ振りますかね。お、なんか夜のシーンになったな。そうですね、あの時間によって、夜のシーンと昼のシーンというのを、ライティングで変えております。なるほど、まあ、こちらの方が 1DC ですね。これもまあ新しい、一眼タイプのカメラということで、12月の今発売を予定しております。はい、大体おいくらぐらいな感じですか、ね。予定ではですね、120万円前後くらいです、本体のみで。まあでもこれで 4K が撮れてしまうっていうのは、 CF カードに 4K が撮れてしまうので、もう値段としては結構安いんじゃないかなと思うんですけども、はい、そうですね、これ 4K でもうお手軽で、しかも他のレコーダーとか一切なしでということで、はい、そうですね、今日ちょうどこの4あの 1DC のもぬくいさんが、セミナーをしていただけるので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。というわけで、人気のですね、まずキヤノンブースからお届けしましたが、ここからずらっといろいろと見せていきたいと思いますので、どうもありがとうございました。はい、というわけで、ですね、プロニュース練り歩き、今年も始まりましたが、まあ、私すいません、3日目が初登場なんですけども、今回ですね、まあ、キヤノンブース最大のブースでいろいろやっているのですが、まあ、4K、それから、まあ、僕的には、まあ、高解像度とプラス高感度ですね、まあ、新しいあのやっぱりシネマカメラみたいなものが出てきて、まあ、ソニーさんの F55 とか非常に、まあ、人気なんですけれども、今回新しく、まあ、今回はですね、それをまあより具体的に 4K が撮れるとかっていうものが非常に多くなってるなと思います。で、まあ、ここはあの AJA さんのマースクさんのブースなんですけども、まあ、今の C500 ですねを新しくできるあのレコーダーっていうのがいくつかあるって言いました。ここをちょっと寄ってもらっていいですか。ごめんなさい、ここがあのキープロクワッド
が参考出品されてまして、まだ発売前なんでしょうけども、これ C500 とですね、4K レコーダーということで、AJA の、キープロクワッド、これも近日、昨日の CEO、初日かに CEO の、ニクさんがいたのでちょっとインタビューをしたらですね、いつ発売なのって言ったら、12月かなみたいな話をしてましたんで、そこら辺も期待なんですけども、どんどんその 4K レコーディング環境っていうのが非常に今活況になってきてて、今年来年頭ですねにはすごく出揃うんじゃないかなと思います。じゃあこっちにちょっと行ってみましょう。AJ のブースここにもありますし、あとねちょっとちらっと紹介したのは Q-Tech HD というのがそこにあってですね、僕も今朝 コラムのあれで書いたんですけど、ここでは Q-Tech HD というですね、ビデオアシストシステムがあるんですけども、これレフ当てていただいてますけど、こちらがですねビデオアシストソフトなんですけどね、昨日ちょっとプレゼン、こちらの方で CM 実践セミナー、それこそキャノンさんと、AJ さんと、あとオートデスクのスモークを使ったですね、スモーク2013ですね、これを使ったCM 制作セミナーっていうのが、今年の夏からずっとやってて、ここでも結構やってるんですけども、その中でねこの Q-Tech HD の中にある、これを使って、いろいろビデオアシストするんですけれども、撮影サポートですね、でその部分でメタデータをねうまく使うっていう話があって、4K 高解像度だったり高感度だったり、そういったものが出てくるとですね、実は今までのビデオの撮り方とは全く違った、今レフ当てていただきましたけど、ちょうど 4K だと逆に言うとレフとかいらないとか、撮り方自体がねビデオのマナーじゃなくなってくる可能性があるなって僕はちょっと感じていて、でそこら辺の撮り方が変わってくると制作全般も違ってくる。例えばそのメイクさんであるとか衣装さんであるとかも、その衣装の選び方、メイクの選び方も全然今までとは変わってくるっていうのが今後のちょっと、そうですね、 4K とか高解像度の、制作によって、ちょっと変わってくるところかなと思ってまして、その部分はその部分をサポートするような製品というのが随分ちょっとここが出てきたなっていうのは気がしてます。そんな中で、お求めやすいという部分ではですね、あれ岩崎さんがいないけどちょっと、ここに立ち寄りたいぞということで、おはようございますということで、おはようございます、おととしぐらいから非常に人気になっております、アトモスさんですね、プロレゾで撮れる、フィールドレコーダーということで、非常にですね、注目されているのでございますが、これスイッチ入るのかな、なんと、今回本邦初公開の、忍者サムライコネクトに続く第4弾、浪人でございます将軍かなと思ったら浪人だったっていうその、いろんなあと意外とくの市とかいろいろそういう案もあったんだけど、なんで浪人になったのかっていうのをジェレミーさんっていう代表に聞いたらあんまり教えてくれなかったっていう話もあるんですが、この、フィールドレコーダーでいろいろとできる、ジェレミーさんがいるじゃないですか、おはようございます。おはようございます。元気ですか？久しぶりね、ありがとう。ちょっとバッテリー変わりますね、浪人を説明してもらってもいいですか、いきなり。いいですよ、けどよかった。今動くかな、ごめんね、岩崎さんちょっと遅い今日は、はい、Can we do the もう別の時間のインタビューは できますか？別の時間、ちょっとあとはこれよくわかんないけど今時間ないですか？今あるよ、ちょっとだけちょっとだけ、それだけいいですか？じゃあ浪人、ジェレミーさんですなんと昔日本にも行って日本語上手です。あ、へっちゃくそうけどもうトライしないとダメですね Good morning はい、Good morning じゃあこれはね、
あ、ごめんなさい。このバッテリー。これはコンベーターですね。ちょっと始まったばっかりなんでね、これからやりますから。ちょっと下準備がございますのでね。スタート今日は。それ。はい。じゃあ。セットアップはね、はい、DSLR と Ninja 2番ですね、はい、これとスチューディオ版はね、うん、ローネンというローネン、2つのモデルあるハーフラックで、うん、それとローネンデュオ2つでローネンデュオそうデュオですね19インチのラックはできる大きな画面5インチと5インチSDI フィードを2つで、うん、コンティニュアスのレコーディングはできる、うんスイッチのレコーディングですね。これは本当に重くないね。2.5 キロだけ。2.5 キロ。そうですね。XLR オーディオもあります。はいはいはい。AC はキャノンもそうですね。そうですね。AC パワーとバッテリーのバックアップありますね。いいですね。アトバスのコンティニュアスパワーシステムも入るんですね。その後ろはチャージャーもありますですね。おー、素晴らしい。だから AC とチャージャーも、うん、バッテリーのバックアップです、うん。だからいつでもパワーいないから、うん、バッテリーも、うん、すぐいますね、うん。いいですね。そうですね。これも簡単分かりやすいのハードディスクのドライブです。普通のハードディスクですね。はいはいはい、それと SSD、うん。SSD 両方、はい、でもスチューディオ版は本当に振動がないだから普通のハードディスクは OK です。500ギガはAbbDNX と ProRes も両方サポートする今、うん、4.0 発表しました出荷しましただから AtomOS そう AtomOS です AtomOS ですね AtomOS 4.0 ですね。今サムライ発表しました、はいはい、出荷しました、はいはい、忍者2番、うん、今週は出荷するそうですね、はい、忍者2番そうですね、はい、ローネンは、はい、1つで21万そうですね、はい、ローネンデュオは4万です、はい、40万です40万ちょっと安いね。そう、もうちょっと安いね。2つ買ったら。なるほど。で、コネクトも出荷したんですね。そうです、出荷しました。よかったね。よかったね。ですね、小さいの、一番世界で小さいのコンバーターです。本当に HDMI から SDI まで、うん、SDI から HDMI まで、モル2つある、うんうん。これ、後ろはバッテリーのプレートですね。うん、上は同じ、うん。このバッテリーは、内蔵のバッテリーと外のバッテリーの両方です、うんはい、それとAC のアダプターも、はい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 、箱の入りますね、はいはいはい、この内蔵のバッテリーは1時間のコンバージョンはできる、うんうん、外のバッテリーは10時間で、うんうん、だから本当に AC パワーいらない、うん、だからどこでものコンバージョンはできる、うん、その後は、ね、そうですねその後はこうバッテリーの2つある、うんうんバッテリーのをしてだから外のバッテリーはフルですね、うんうんうん、青いは外のバッテリーを使い中外して緑になる内蔵のバッテリー、はい、今あーなるほど作るそういう意味なんだフルですねフルです ね, ねあその後のモードバッテンを押して、はい、プルダウンリムーブをやります、うん、2-2 のリムーブはできる、うん、それともう1回押して3-2 removal はできる、うん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 、pull down removal ね、うん、60i 60i のストリームで、はいはい、24p の中、はいはい、24p のフレームを取って、はい、コンバートする、はい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 、だからレコーディングはできる、うん、モニタリングは本当の 24p の、うん、ストリームそうですね、ストレートアウトね、そうですね、はい、もう一つのいっぱいファンクション入れましたね、はい、もう一つはこのモールバトンを押して3秒で、はいTPG になります。おおおお TPG の方はこれですね。押しておいカラバー、カラバーが出るですね。カラバーも種類があるパサロジコと普通のカラバーね、はい、75%、はい、100% もあります、はいはい。シンプリのカラバー。はい、ユーザーは、うん
今のフォンはまだできないけど、次のフォームで USB で自分のテストパターンもアップロードする。便利ですね。小さいのテストパターンジェネレーターとコンバーターです。その後は全部のフォーマットはサポートする。次は 24P。60i、50i。NTSC も今、はい、で 560i ですね、ここが、はい、そうですね、 59.94 ね、はい、そうですね、全部のフォーマットをサポートする、はい、だから本当にいいテストパターンのジェネレーターで、そうですね、それこれはね、あの39,800円、安い全部箱で入るね、はいはい、あのチャージャーとバッテリーと AC アダプターも、うん、あの車の 12V のチャージも入る、全部入ります。アトムスのスタイルですね。素晴らしい、はい、いや素晴らしかったですね。これはもうちょっと期待ので、これいつ発売ですか、こっちのローリンですね。今のスケジュールはあの本当に1月の終わり、あの2月の頭、うんぐらいに、そうですね、はい、分かりました。じゃあちょっと期待して、またあのまた次にはまた新しい製品を期待してますのでよろしくお願いします。 ありがとうね、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。どうもどうも、楽しんでね、はい、ありがとうございます、はい、というわけでジェネビーさんに いきなりお話をお聞きすることができました。よかったですね。というわけで、まあ、ああいう、まあ、コンパクトなガジェットもいっぱい、出てくるというのが、まあ、あの非常に、まあ、ハイエンドの制作にもだんだん役に立ってくるんじゃないかなと思います。さて次はですね、もうちょっ と、ハイエンドの話をしていきたいなと思っていますので、時間は大丈夫ですか。です、ね、あ、すいません、ちょっとねナックさんの ブースに行こうかな。映画の世界の話をちょっとしたいなと思いますけれども、まあ、あのナックイメージさんといえばですね、アリの、システムをですねいろいろと、ディストリビューションしている日本の会社でございますけれども、まあ、今回もですねコンパクトプライムシリーズの、レンズとかいっぱい出してます。コンパクトズームですね、 CZ10.2 というような、まあ、そういうレンズとかですね、そういうものを、まあ、こちらでは展示されていて、あのカールツアイスの、レンズとか出してますけれども、ちょっと、まあ、こちらにアレクサの、コーナーがございます。でその中でですね、アリローのコーナーがちょっとここにあるので、あのこれはあの007のね、コンテンツを今度アリのアレクサで撮ったっていうのがちょっとここで流れてまして、で実はちょっとここで見ていただきたいのはですね、まあ、ちょっとお高いんですけど、ここのあのドルビーのですね、あのモニターがあります。これはあの PRM の4200というやつで、まあ、世界中の今プロダクションにどんどん入ってきてるんですけども、まあ、非常にあの、まあ、あのなんていうの、そのまま DCI の色味そのままにですね出すということで、まあ、今年の夏でしたかね、私がちょっと、ロサンゼルスの方の、ポストプロダクションでカラーグレーディングだけで立ち上げたポストプロダクションというのがありまして、まあ、そこに第1代目が入ったということで、あのプロニュースのレポートにも書いたんですけれども、まあ、日本でもだんだんですね、まあ、ここにあのユーザー事例がちょっとあのナックさんの出されているんですが、横品さんであったりですかね、あのキューテックさんであったり、まあ、そういったところにもちょっと入ってますけど、ハイエンドプロダクションですね、やっぱりあのモニタリングっていうことはですね非常に重要になってくるということで、まあ、今後、まあ、今非常にお高い値段 あのハイエンドモニターではあるんですけれども、今後ですねだんだんそういうモニタリングっていうのが非常に重要になってくるかなというふうに思います。で、まあ、ここではあのロジャー・ディンケース、なんだろう、ショーシャンクの空にとか撮った、まあ、世界的に有名な撮影監督ですけれども、その方が今度007の新しいスカイフォールという、ソニーピクチャーズさんの配給 あの今年の年末ですかねに放送になる、あ、ごめん、上映になる、映画がありますけれども、それはあのアリのアレクサで撮ってます。でその辺の、メイキングビデオなんかもちょっとここで流れてますので、ぜひあのここにお立ち寄りの際はですね、まあ、こういったところもちょっと見ていただきたいなと思います。すいません、ありがとうございます。あ、これがですね、
はい、ちょっとご説明をしていただけるみたいで、はい、これドルビーのあれですね、これの、はい、あ、そうなんですか。で、こちらでですね、iPad を、まあ、新しい、iPad の2と3と、あと、ミニですか、それで対応しております。で、こちらの、Wi-Fi でですね、無線の Wi-Fi で、ドルビーのそのモニターも無線で Wi-Fi でですね。で、こっちも Wi-Fi で、こちらでこうコントロールしたものが、モニターに反映しますし、リモコンのそのリモートでコントロールしたものはこちらに反映して。リモートコントロールがこの iPad 上でこのモニターのコントロールがいろいろできるようになったってことですね、はい、でこれはApple Store で無料でダウンロードできます。 Apple Store の Apple アプリケーションでってことですね、はい、アプリで。そうです、はい、昨日ドルビーさんが持ってきていただいた本社から持ってきましたので。素晴らしい、はい、これじゃあ本邦初公開ですね。そうですね、はい、素晴らしい。じゃあこれで今後はもうキャリブレーションとかそういうのもできるってことですか、こちらの方で。だって別なんですけども、その、まあ、色ですとかそういったブライト、ケルビンを合わせたりとかそういった色温度を合わせたりとかって、そういう調整はここでできると。こちら の, そのリモコンでできる機能がもう全て入ってました。なるほど。今まではあちらのまあ専用リモコンっていうのがちょっと下を抜いてもらうとあそこにあったんですけども、分かりますかね。であれがちょっと見えないかな。で、まあ、あれでやってたのが、まあこちらの iPad のソフトウェアで今後できるようになるということで、まあね、この iPad とか iPhone のガジェットで、ね、こういうのがどんどんできるというのはもうどんどん今これから進んできそうですよね。で、あとまあ、リモコンですと下に置いて、まあ、こう見てたんですけども、これですとこう見ながらこう目の移動が少ないというところでかなりこう使いやすいという話。なるほど。もう画面を見ながらどんな位置でもできるというところが利点があるということですね。ロックもしたりできますし、で、あとこちらの中に、何人かのユーザーを設けて、でそれぞれ の, その、専用 の, そのコントロールとしても使えますし、この1台の iPad から複数台のドルビーのモニターもコントロールできますというところですね。いろんな機能を持ってますので。分かりました。ありがとうございます。急にすみません、お尋ねしたのにありがとうございました。というわけでもうぜひ使っていただきたいドルビーの、マスターモニターでございました。どうもありがとうございます。ということで、非常にサプライズがいろいろと出てまして非常にいいですね。こちらにですね、あとありの、ね、ニューマスターアナモフィックということで、アナモフィックレンズの新しいのがマスタープライムのアナモフィックレンズですね。今ね、ちょっと世界中でアナモフィックレンズ流行りというかですね、そういう風になって